今日は2018年1月24日3時5分朝日新聞の一面には、ゼネコンの大林組の社長がリニア中央新幹線の工事の談合の事件をめぐってですね、恥ずべき事態だということで、辞任しましたという話ですね。ただ引責辞任とは言ってないです。話がややこしいんですけども、まあ談合の話をまあこれまで繰り返し繰り返し言いましたけれども、この談合を大企業がやり続けて、そしてそれを警察が取り締まらない、これも繰り返し言いますけれども、談合というのは刑事罰が課せられる、5年以下の懲役というふうに決まってるんですよね。ところが談合をやった会社の人間が、私は社長が当然責任があるというふうに思いますけれども、その社長が警察に捕まって、裁判を受けて有罪判決を受けて刑務所に入ったって話は聞いたことがない、やってないですよね。この談合に関して、この今度社長を辞める白石という人は、なんでそういう談合が起きたか、謝罪する以外にはない、二度と談合を起こさないように、独占禁止法遵守プログラムを策定し、コンプライアンスを徹底してきた。コンプライアンスって言葉よく言いますね。沖電機もね、人権侵害の問題、私が言いますとコンプライアンスと言うんですけども、なぜこうなったか、プログラムに落ち度があってそうなったんだ。まあ何ちゅうかね、プログラムに落ち度があったんで談合が起きてしまいました。談合が悪いことと思って、しっかりそれ、いや悪いことやっちゃいけないと思っていませんでしたじゃないんだよね。遵守プログラム、独占禁止法遵守プログラムに落ち度があった。具体的にはどういうことかというと、守んなくてもいいですよというふうなプログラムだということですか。じゃあ遵守じゃないやね。全くわけのわからないことを言ってですよ、なんかコンプライアンスという言葉と混ぜて何か言えば、世の中はそれで何だかわけわからなくて納得するという発想なのかね。非常に簡単なことですよ。ずるいことをやっちゃいけませんよ。談合つのはずるいことなんで、仲間内で本当は1億円でできる仕事を入札で、誰が入札で取るか決めて2億円でやるようにしましょう。その方が儲かるじゃありませんかつのが談合ですよ。そういうことをやったら不当に金儲けする、税金を使ってやる仕事であればですよ、不当に税金を使うことになるから、そういうことやっちゃいけませんよっていうだけの話ですよ。それを遵守プログラムが不完全だったんでそういうことをしましたよというふうな言い訳をしてですよ、これで世の中が納得すると思ってんだね。で繰り返し言いますけど、談合というのは一つの会社じゃできないんですよ。たくさんの企業が共謀してどこが取るかを決める、やっちゃいけないことをやってるわけですよ。
そして今回の談合もそうですけども、それらの人たちがみんな捕まえられて裁判にかけられて有罪になった。本当は刑務所に入んなきゃいけないんです。繰り返し言いますけど、独占禁止法には5年以下の懲役って書いてある。刑法にも書いてある。しかし警察はそれをしない。で辞任しました。社長を辞めましたんで、こんな大変な苦痛を私は味わいましたんで、社会の皆さん同情してください、許してください。なんせ私は社長を辞めたんですよ。こんな辛いことを やってお詫びをしているんですから、許してください。そう言ってんだよね。辞任した。辞任というのはどれほど大きいことなのか。こんなことまでやって私はお詫びをしておるのでありますから、どうか許してくださいというのが今回のこの白石という社長のやったことですよ。で、社会がそれを、あ、辞任までするのか、そこまで責任を取るなら許してあげましょう。全然話がおかしいんですよ。そんな話じゃない。本当は刑務所に入らなきゃいけない。この大林組だけではなくてですよ、談合というのは複数の企業が関わってるわけですから、関わった企業の社長がみんな刑務所に入って罪を償わなきゃいけない。それが法律上の規定ですよ。ところがそれを警察も検察も公正取引委員会もさせようとはしないということですね。で、私はこういうことがなぜ目くじらを立てて言わなければいけないかというと、正義感というものがこれによって欠落しているということですよ。本当は法律で決まっているずるいことをやってもやっちゃいけないというふうに決まっていても、その法律に決められている罰則が課せられない。そういう例を社会に示してはいけないと私は言ってるんですよ。こういうことを示すから偉いやつは悪いことを言っても悪いことをやっても罰せられないんだ、ずるいことをやっても罰せられないんだ、そういう例を社会に示していて、あんな偉い人たちがあんなずるいことやってんだから俺だってやっていいじゃねえか、そうなってしまうわけですよ。あんな偉い人たちがあんなひどいことやってんだから俺だっていじめやっていいじゃないか、気に入らないやつにはいじめをやるんだ、正義感の欠落ということはそういうことだというふうに思いますよ。一般国民がこんなものを指摘してですよ、こんなことを許してていいわけないじゃないか、法律に懲役5年って書いてあるんだから懲役にしなさいよというふうに声を上げていかなきゃいけないです。ではない限り常に力を持った者がずるいことをやり続ける、そういうふうに思います。愛する者のためにと自分を偽って転勤に応じたあなた、バラバラのあなたの家族は本当に幸せでしょうか。人らしく生きよう、人らしく生きよう、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い、きれいごとでは生きてはいけないと、いじめる側に回ったあなた、会社の中のあなたに心の友はいますか。俺には関わりのないことだと見て見ぬふりをしているあなた、会社の中のあなたを子供に見せることができますか。人らしく生きよう。
人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。長いものには巻かれるしかないのだと。人生を決めつけているあなた、戦う人ほど人らしく生きれることを知っていますか。人らしく生きよう。人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと良い。ということで今日はこれぐらいにしておきます。